メイキャップアーティストのはるかです。今回は韓国コスメ 2AN をご紹介していきます。とっても可愛い見た目のこちらのアイシャドウパレットと2色が1つのセットになったこちらのチーク全5色あるので、こちらすべてご紹介していきたいと思います。まず最初にスウォッチでカラーをご紹介させていただいてからメイクを仕上げていきたいと思います。今メイクは仕上がっている状態なんですが、ローズカラーで華やかに仕上がるメイクなので、ぜひ最後までご覧ください。お花が咲いたようなとっても可愛らしいデザインで、マットやグリッターなど質感の異なる11色入りのアイシャドウパレットです。ベースカラーからポイントカラーまでが揃っているので、グラデーションも作りやすく、メイクの幅が広がります。蓋には大きな鏡がついているので、メイクをするときにも便利です。2色が1つにセットされているので、単色で使用したり混ぜて使用したり、グラデーションのように使用するなど、メイクパターンやお好みに合わせて様々な使い方ができます。しっとり滑らかなパウダーなので、ほんのり毛穴カバーもしてくれて、お肌をきれいに仕上げてくれます。アイメイクをしていきます。まずまぶた全体にベースカラーをのせていきます。眼球の大きさに合わせて広めにのせていきます。二重幅よりも少し広めにのせていきます。目尻側がポイントになるように少し濃いめのカラーをのせてグラデーションを作っていきます。締めカラーを目の際に塗ってグラデーションの終わりを作ります。まぶた中央にラメを重ねて立体感を強調させていきます。上まぶたのグラデーションが完成です。ダークブラウンのアイライナーとブラックのマスカラを使用しています。下まぶたのメイクをしていきます。下まぶた全体にベースカラーを塗っていきます。目尻部分にポイントのカラーをのせていきます。カラーメイクが苦手な方はポイントカラーを下まぶたの目尻部分にのせると馴染みがいいので挑戦しやすいと思います。目頭側にハイライトカラーをのせます。締めカラーを目の際に塗っていきます。下まぶたにも上まぶたのようにグラデーションを作ることで、目を大きく見せたりアイシャドウのカラーをより強調させることができます。ローズカラーを使用したアイメイクの完成です。ホワイトピンクとラベンダーカラーのセットで、明るい肌トーンの方におすすめのお色味です。ベビーピンクとウォームピンクのセットで、ピンクの中でも肌なじみのいいお色味です。
ピーチカラーよりも少し柔らかいトーンのコーラルカラーなので、どんなメイクにも合わせやすいです。ビビッドなピンクとオレンジのセットで単色で仕上げても可愛いですし、これからの夏メイクに使用しやすいお色味です。ベージュコーラルと落ち着いたローズカラーのセットで肌なじみがいいので、目元や口元にポイントを置きたい時にもおすすめのカラーです。見た目のデザインも発色もとても可愛い韓国コスメ 2AN、 ぜひご参考にしてみてください。こちらのチャンネルではおすすめのコスメや日常メイクに取り入れやすいメイクテクニックをご紹介しています。参考になった場合は高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。